いい演説しましたよね。民主主義を支えるのは市民一人一人だ。そして今日はね、マスコミの方も来ていらっしゃいます。心ある記者の方々、ぜひ自分の良心に従って真実を伝え、その責任を全うしてください。それから皆さん、そういう心ある記者の方々を支援してあげてください。すべては市民が支えるんです。夜明けは近い、そう信じています。頑張りましょう。ありがとうございました。大変力強い、素晴らしい、スピーチを、古賀さんありがとうございました。はい、ではですね、引き続き寒波タイムに移らせていただきます。袋を持ちましたスタッフがですね、皆さんの周り、歩かせていただきますので、ぜひ寒波の方をよろしくお願いいたします。こういった集会あとこの後引き続きますデモですね、皆さんの、寒波の方で成り立っております。ぜひ、ちょっとでも結構でございますので、ご協力の方をよろしくお願いいたします。京都を可視化すべく、4政党の、政治家の方々に本日駆けつけていただきました。それでは紹介させていただきます。まずですね、自由党から、渡辺浩一郎、元衆議院議員。続きまして日本共産党から、木田芳子参議院議員。はい、続きまして社会民主党から、元社民党党首福島瑞穂参議院議員。最後に、民進党からですね、元、内閣総理大臣、菅直人衆議院議員です。ありがとうございます。では、4党の方々にこれからスピーチの方をお願いしたいと思います。まず、自民党の渡辺さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました自由党の元衆議院議員の渡辺浩一郎でございます。ご存知の方も多いかと思いますけれども、自由党はちょっと前まで、昨年の秋まで非常に長ったらしい名前を取っておりましてね、生活の党と山本太郎と仲間たちというこういう長ったらしい名前だったんですけれども、それを名前を改めまして、で自由党という名前にさせていただきました。私の立場からすると大変楽になったということでですね、また合わせて皆様方にもこの自由党になったということをご記憶いただければというふうに思っております。今日は反原発ということで、私も同じ思いでここに参加させていただきました。特に私は前いつも申し上げてるんですけれども、技術者の端くれとなもんですから、若い時には技術圏におりましたもんですから、本当にこの原発が日本の中にどうしても必要だというんであれば話は別ですけれども、そうではない、
原発に変わるべきものはいっぱいあるわけ。自然の中での力を利用してエネルギーを利用してやることはいくらでもできる。したがってこの本当に政治の世界でこれをやめるんだと、まあ、確かに明日やめるってわけにいかないですけれども、何年までの間にやめていく、そう決断するかどうかとだけなんですよ。ですからそのことをぜひご理解いただきますと同時に、私自身もこれは絶対にもういずれやめていく、私どもではまあ2020年とか25年とかその辺レベルを考えておりますけれども、そういう期間の中で技術的に解決をしてこの原発をやめていく、ドイツそしてアジアでは台湾ですらがやめる方向に決めました。そういった中でですね、我が国も遅ればせながらと言っては恐縮ですけれども、この原発をやめていく、こういう大きなうねりを作っていくべきだというふうに私どもは思っております。そのためにはもう今の安倍内閣ではちょっと無理です。原発をやめさせるのはですね、したがってこれはこの政権交代ということをきちっと行うことによって、私どもが政権を担ってこの原発をやめていく、こういうことにしていかなきゃいけない。そのためにはこの次の総選挙で野党共闘、そしてまた市民の皆様方との協力をやって、そして政権を奪い返していく、こういうことをしていくことがこれからの一番大きな政治的な課題だと私どもは思っております。どうぞ皆さん、多くの人たちのお力をいただいて、この野党共闘、これをぜひ実現して、そして、政権交代いたしましょう。で、私どもは思っていることは、単に国だけではなくて、これは地方にもちゃんとこの野党共闘、市民との共同、これを一緒になってやっていくことをやらなかったら意味がない。特にこれからはですね、地方でも市長選挙があります。これは一人区ですから、衆議院の場合と同じでございます。したがってそういうところでもですね、きちっとこの野党共闘をやっていくということをお互いが認識し合って、本当にいい政治を取り戻していこうと、こういうふうに思っておりますので、どうぞお力くださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。渡辺さん、ありがとうございました。では引き続きまして、日本共産党木田さん、よろしくお願いいたします。寒い中、雪も舞っているような中、お集まりの皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本共産党参議院議員の木田よしこです。今日は日本共産党、実は昨年の参議院選挙で皆さんの力で当選した山添拓参議院議員もご一緒に歩くということで参加しております。共に力合わせて頑張りましょう。ところで、来週からいよいよ国会が始まるということですが、安倍首相は今年の年頭初めの会見の中で、今年は鳥年と、鳥年はしばしば政治の大きな転換点となる、各国首相もリーダーも変わっている、変化の年となることが予想されると言いました。であるならば、この日本の政治こそ私たち市民と野党の力で大きく転換させていこうではありませんか。何しろ安倍政権の政治、本当にひどすぎます。昨年の臨時国会でも、発行見込みのない TPP、 年金カット法、カジノ法、次々と悪法を、ろくな審議もない中、決闘以来強行採決などしたことがないなどと言いながらも、強行を繰り返したこと、絶対に許すわけにはいきません。大体その嘘ついてるのは強行採決だけではありませんよね。コントロールされていると言いながら、福島を切り捨てながら原発再稼働を進む安倍政権、比較的首都ジュバは落ち着いていると言いながら、南スーダンに自衛隊派遣して武器使用のできる新任務を付与する安倍政権、そうやって国民の民意無視して命と暮らしないがしろにする政治、国民を騙して進めているような政治、長続きするわけがないではないのでしょうか。何しろ安倍首相は民主主義が分かっていない、国会の審議の中でも
年金カットの審議の中で私の話が理解できないなら何時間審議しても同じなどとまで言い放った。でも皆さん、民主主義っていうのは多数決ではないんですよ。どんな問題にしてもどんな意見でもしっかり出し合って議論して、できる限り多くの皆さんと合意形成を図るのが民主主義の基本ではありませんか。にもかかわらず、まともに国会答弁も行わない、多数の力で法案を次々と押し通す安倍首相の態度は、民主主義の国の長としては絶対に許されない、恥ずべき態度なのではないでしょうか。そういう民主主義もわからない安倍首相が今年やろうとしているのが憲法の改悪です。新しい時代にふさわしい憲法を作るための議論をしようと言っている。しかし安倍首相は、じゃあ憲法のどこが新しい時代にふさわしくないのか、何をどう具体的に変えるのかは一言も言わない。それもそのはずです、言えないんです。だって日本国憲法作られてきてから70年は経っていますけれども、中身を見れば世界188ある憲法の中でも最先端の権利や自由を保障することを謳っている、世界に誇るべき憲法ではありませんか。にもかかわらず、その憲法の理想実現するどころか壊そうとしているのが安倍政権。戦争法、秘密保護法、さらには今度は共謀罪まで押し通す。そんな風にして憲法を壊すような政治は許されるわけがない。だから私は言いたいんです、今変えるべきなのは憲法ではない。憲法壊しを続けている安倍政権の政治こそ変えなくてはならないのではないでしょうか。ぜひとも皆さん、政治変えるために力を合わせましょう。市民と野党、力を合わせれば政治変えられる。昨年の参議院選挙、新潟県知事選でもそのことは明らかです。本気の共闘進めていって、安倍政権の政治今年こそ変えましょう。総選挙、都議選、選挙の中で皆さんと力を合わせて政治変えるため、私たち日本共産党も力を尽くす、その決意を申し上げまして、この場でのご挨拶といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。木谷さん、どうもありがとうございました。続きまして、社会民主党、福島瑞穂さんです。よろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。社民党副党首、参議院議員、福島瑞穂です。たくさんの皆さんに心から連帯のご挨拶を差し上げます。1月20日からいよいよ通常国会が始まります。まずぶっ潰したいのはホワイトカラーエクゼンプションです。労働時間規制を一切なくする、そんな法案、ホワイトカラーエクゼンプションが国会に継続をしています。電通でさまざまなところで過労自殺死や過労死が増えている中で、なんで労働時間規制をなくすんでしょうか。一緒に力を合わせてホワイトカラーエクゼンプション、どんなことがあっても廃案に追い込んでいこうではありませんか。そして2つ目、共謀罪を提出し成立させると、安倍総理、菅官房長官、二階幹事長が言っています。共謀罪、この10年間の間で市民の力で野党共闘で3度廃案にしてきました。共謀罪、本当に問題です。沖縄高江、リーダーである山城博司さん、今拘置所におります。3ヶ月以上